はどうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。ということでですね、本日は2月14日のバレンタインということで、まあ、皆様どうお過ごしでしょうか。まあ女の子チョコをあげる人いるんですかね、男の子チョコをもらう人いるんですかね。まあパンチパンダはリアルな話をすると、2月14日空いてるっていう連絡いつも来てません。まあそうね、中学生の頃かな、一番印象に残ってるバレンタインは、まあ、パンチパンダさんは小学校を卒業して、卒業と同時に隣町に引っ越してきたんですね。だからまあ今現在いるここに、だからまあ小学校卒業して、卒業式終わって、じゃあねみんなと同じ中学に行けないや、パンチパンダみたいな、ほんとね、なんかね、ほんとにパンチパンダが引っ越すことを悲しんでくれる子がいた。昔は今パンチパンダは引っ越したところでね引っ越しました、的に動画撮るぐらいしかないんで、パンチパンダは。で中学校入学して、でパンチパンダさんって、まあ、こう見えてもめちゃくちゃ人見知りなんで、本当になんか初対面で、あ君パンチパンダくんだよねって言われただけでも、そうなんです、実はパンチパンダさんめちゃくちゃ身構えるんです。はい、まあ人見知りなんでね、まあ人見知りなんで普通にね、構えちゃって、まあ、何この人みたいな感じでね。だから最初の頃はね、パンチパンダさんね、心を許すまでにすごい時間がかかるんだけれども、まあでもパンチパンダさん中学校1年生の頃から部活やってたんで、普通にサッカー部に入って、でサッカー部の友達とまあ仲良くなって、でまあ、そこから普通にね、まあ、2月14日でしょ、まあ、1年生の終わり間際でしょ、だから、まあ、そんぐらいには普通にもうクラスの子たちとは普通に話せるようになってたんですよ。でまあ普通に友達もできて、わー楽しいねみたいな、そういうね学生生活を送っていたんですけれども、バレンタインの当日に隣のクラスの女の子に話しかけられて、みんなの前で、でパンチパンダ今日放課後暇？え、いやうちのクラスのさ何々ちゃんがさ、ちょっとパンチパンダと会いたいって言ってんだけれども、いいでしょ別に。お、パンチパンダさんね、その時ねめちゃくちゃ周りに人がいてね、すごいね、しかもバレンタインの当日じゃん、もうなんかバレンタイン渡すんだなっていうの分かるじゃん、バレバレじゃん。でね、なんかすごい恥ずかしくて、あ、いや今日はなんか家帰ったらすぐなんか家族で出かけなきゃいけないんだ、そう断ったんすよパンチパンダそう、もう見え見えの嘘だったかもしれないんだけれども、いや今日ちょっと用事あってさ、ちょっと親戚ん家集まるからとかそう集まったことだってねえのにさ、そうなんかさ、そういう見え見えの嘘ついてさ、でまあなんかさ、先ほどから言ってるけど、この隣のクラスのパンチパンダにバレンタインチョコを渡したい女の子の友達の女の子がめちゃくちゃ気強いんですよ。まあ4人ぐらいで来たんだけどさ、だからもう怖えじゃん、怖いの怖い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 。でしかもなんかガシガシ系だったから、今はもう結婚して子供いるんだけれどもまあそういう系のね、まあちょっとね、破天荒というかなんかね、ちょっと暴れっぽい感じの女の子いるじゃん中学校で、まあいろんな子がいるからさ、まあ中学受験とかしてないんで、普通にもう普通の中学校だったんで、でだからまあそういうやつで、パンチパンダさんもそいつ嫌いだったんだよ、そもそもそういうやつ、私が世界の中心なんだぜみたいな、そういう女の子だった、いるじゃん時々なんかめちゃくちゃやばいやつ。でだからそいつだったからね、だからまあそれでなんかね、そういうことを言ったら完全に舌打ちされてでもまあ、あ分かった言っとくわみたいな、まあそんなこと言われて、パンチパンダさんはで、あ怖かったみたいな、その時パンチパンダさんにチョコを渡したい女の子が隣のクラスに3人いたらしいんですよ。その時モテ期だったから、ほんとね、昔はモテた、でだからその3人を一気に断って新しくて、パンチパンダさんがわあ怖かったって思いながら、放課後になりました、学校終わって、その時部活なかったんですよ、普通に平日だったんだけれども部活なくて、でねパンチパンダさんの動画に時々出てるヒロヤンくんっていう男の子がいるんだけれども、その子がパンチパンダさん中学校からね、まあサッカー部同じで、まあ、ずっと未だに仲のいい男の子で、まあパンチパンダさんの動画にも時々ね、声だけだけども出てくれるっていう子がいるんだけれども、そいつん家がパンチパンダさんの家のめちゃくちゃ近くなんですよ。だからそいつん家の前で愚痴ってて、ヒロヤンの家の前で2人で喋ってるところを隣のクラスの女の子に見られて、その子がねパンチパンダにチョコを渡そうとしてた3人に言ったらしくて、連絡したらしくて、その後パンチパンダにチョコを渡そうとしてた3人がヒロヤンの家に来たらしくて、ピンポンをして、なんでパンチパンダ逃げたのみたいなことをヒロヤンにすげえ言ってたらしくて、それでね、パンチパンダマジ死ねよとか
いうね感じでね。でもなんだかんだでその年、まあ中学校1年生の頃のバレンタインはそうなっちゃったんだけども、すごいだから懲りたんですよ。めちゃくちゃもうその後すごい女子にね、もうブワーって言われて、おいパンチパンダお前逃げやがったのみたいな感じで女子に、もうやばかった。だからまあ中学校2年生の時にはまあちゃんともらえました。でなんだかんだ言って中学校3年生の時にはその中の一人の女の子とはまあ付き合って、初めてのパンチパンダさんの彼女だったんだけれども、まあ結局高校1年生の時別れたんだけれども、パンチパンダさんねその時ねめちゃくちゃモテたんですよ。だからあの中学校のその中学校の一番可愛い女の子っているじゃん、ダントツで可愛い子、その子にも告られたりとかして、まあ付き合わなかったんだけどモテたんだけれども、なんかね俺ねすげえ振ってたんだよ。その時ねすごい部活サッカー部でめちゃくちゃなんか集中したくて、なんか恋愛とかそういうのにうつつを抜かすようななんか男になりたくねえみたいな感じで、なんかずっと部活ばっかやってて、なんかめちゃくちゃ振ってて、振れば振るほどさ女子からめちゃくちゃ嫌われるわけですよ。何あいつ調子乗ってんだってなるわけですよ。だからねめちゃくちゃ嫌われてたよ、あの一部の女子からは。ただパンチパンダさんがもうね言うようになったんだよ、なんか告られてから、いや俺は部活に集中したいからみたいな、だから彼女作らないんだって。で結局中学校3年生の時にあの部活引退して、でもまだ好きでいてくれた子がいたから、あありがとうみたいな感じで、じゃあお付き合いしましょうみたいな感じで付き合ったんだけれども、だからめちゃくちゃ嫌われたって、その分めちゃくちゃ嫌われたっていう話でした。あの当時は本当なんか自分のことしか考えられてなかったなって本当に思います。パンチパンダさんがみんなの前でそういうことを話されるのが恥ずかしいからっていう理由だけで、もうなんかテスト期間じゃん、そういうバレンタインの日とかって、なぜか知らんけれどもね、なんかテスト期間でさ、でもやっぱりそういう中でもやっぱりさ、パンチパンダさんにチョコをあげようとしてた子たちっていうのは、まあなんかチョコ作ってくれたりとかもしてたわけじゃん。だからそういうことを全く考えずに、パンチパンダが恥ずかしいからっていう自分の意見を通そうとしちゃったから、なんかね、ちょっとまあ申し訳ないことしたなって思います。本当に。ごめんなさい。あの当時の俺をちょっとね、殴りたい。まあ、そんな感じのね、パンチパンダでした。いやーなんかさ、あの、まあ、この動画を見ている人の中でもやっぱ小学生とか中学生とかもいるじゃないですか。はい、手挙げていますでしょ。でさ、やっぱりさ、男の子でさ、なんかチョコレートもらうの恥ずかしいとか思う子もいるじゃん。あの、パンチパンダさんがそういう人間だったから。でもやっぱりね、あの、相手のね、人の気持ちになって考えてみるっていうね、あの、シンプルな道徳的な話なんだけれども、そういうことができるようになったらもっとねいい人になれるんじゃないでしょうか、ということで、まあ、パンチパンダが言えるような話ではないんですけれども、もうちょっとね大人になりましょうということで、パンチパンダでした。じゃあ、ハッピーバレンタイン、チョコもらったかなみんな。俺はもらってないよ。